さっき歌ってもらった、ももこちゃんに、ちょっと、すいません、どうぞこちらの方、はい、いやおしとやかでねなんかほら服装もなシックでね、どうもありがとうございます、これシックって言うんでしょ、こういうの違う、そうだよね、清楚って言うんじゃない、あ、清楚っていうの、ももこちゃんはあれですか、よく食べる人ですか、よく食べる人です、何が好きですか、食べ物、私はあの魚介類が好きなんですね、あ魚とか、魚とか貝とかね、そういうものが魚介っていうのはね、海のものが、はい、じゃあ嫌いなものって言ったら何かありますか、嫌いなものはフライです、フライ、あのフライって言うと、パン粉がついてますよね、だからあのご飯のおかずにあのそういうフライものを食べると、ご飯のおかずがパンのような気がして、すごくなんか嫌なんですよあ、ご飯のねパン粉で作ってあるから、あ、衣が主食を、両主食が2つあるみたいな感じ、あ、じゃあさ、ご飯食べないでさ、フライだけ食べればいい、ね、そういうわけにはなかなかね、それはもっとだってそう、だって今のでいくとそうじゃないでも、もっと簡単じゃん、そうだよ、ね、衣を剥いて食えばもっと早いじゃない、中身は食える、それはもったいないじゃないか、あるんだから、そうだ、それはもったいないよ、とりあえず歌に行きましょう、どうぞ